観音地区は小柄なヤシカ植物の一種。手のひら状服用の葉はお椀のように上に沿り、少数にだけ裂ける。古くから栽培され、古典園芸植物としての品種も多い。小型のヤシカ植物で葉は手のひら状に裂けるが、裂片の数はごく少ないのが特徴。江戸時代に日本に渡来し、古典園芸植物として栽培されるようになった。 かつては、庭植えもしたが現在では普通は鉢植えで栽培され、早姿形で品種を命名し、また島模様を持つものもある。何度かブームを起こし、時に陶器の対象となり、大変な高額で取引されたこともあった。果実上力の低木で短い地下茎を伸ばして繁殖する。茎は直立して高さ2メートルまで、太さは2センチメートルほどに達する。茎は分子することなく、 その表面は古い葉少とその繊維で固く包まれる。繊維は黒か四色だが実際の樹皮は緑色。葉は茎の先端に集まって生じ、長い葉平の先の葉芯は長さ15から25センチメートルほどで手のひら状に4から8辺に割れる。葉芯には縦ひだがあり表面に向かって膨らんでいて先端は細かく割れ目が入る。葉質はくて 緑が色濃い。火器は初夏で私有一種である。水上果女は長さ20から30センチメートルでまばらながら円水型に集まる。果実は高大円上球形で反り返った硬い鱗片で外側が覆われる。和名は観音地区の意味であるが、これは感名ではない。おそらく琉球の寺院の3号である観音山に由来し、 その寺院で栽培されていたのではないかと、牧野は述べている。牧野は他に別名として、琉球首都地区を挙げている。南中国原産である。日本では鉢植えで栽培される。日本本土には、江戸時代に琉球を経由して持ち込まれた。欧米への流出は中国からで、1837年にアメリカに持ち込まれ、特にフロリダやカリフォルニア南部で栽培された。 同族にはやはり古典園芸植物として栽培される、シュロチクがある。シュロチクの方が葉の裂片が多く、個々の裂片が細長く、全般にほっそりしている。観葉植物として栽培され、主に鉢物で干渉される。日本では江戸時代に栽培が始まり、以降に多くの品種を生み出し、古典園芸植物の一つとして扱われる。その際の名は観音地区である。 上記のように日本へのトライは江戸時代中頃までと考えられ、類似のシュロ地区はそれより前に入っていたらしい。当初はこれらはよく混同され、やがて校舎が日本産のシュロに似ていることからその名で呼ばれるようになり、本種はトライ元の名を引き継いだ。当初は庭植えが行われ、そのために南の温暖な地域のみで育てられたものがやがて鉢植えで干渉するようになり、 各地に広まった。江戸時代にはすでに不入品種が記録されている。大正時代の後期には栽培技術も進歩し、新たな非リ品種の発見もあって人気が高まり、昭和初期には大人気となり、値段が高騰した。栽培者や商人も増え、台湾などからの輸入も増加した。第二次大戦でひとまず賃貸期に入るが、 昭和24年から26年にかけて再び価格が高騰した。それがひとまず沈静した後、昭和40年代には新たな名品が続々と現れ、当時の経済状況の影響もあって、投資の対象としてこれらを見る向きが出現した。この頃の品種数は約70と言われる。しかし昭和43年にはそれら高級品種の値も大幅に下落し、 それ以降は一般の手の出せる観葉植物となっていった。ちなみにガーデンライフ編はこの最後のブームのさなかの出版とあってこの頃の熱気を垣間見ることができる。この書には当時の価格が表記されており、これはハガゴから6枚ある株分けで作った古内の上等のものとのことで安い方では小だるまが500、普通に高価なもので愛国伝が4万などとある中に、 だるまの島が1500万などというのが見つかる。さらに、天山の島は3000万。これについては、昭和36年に、和歌山の園芸家が見つけ出し、それを確認した専門家が、顧客の事業家に声をかけると、数百万で買い取り、それが株分けで増えてこの時点で十数株。それがこの価格であるとのこと。このような流れの中で規模の大きい栽培業者も、現れ、 業界団体として、日本館地区連盟が昭和13年に、これを引き継いで、日本館地区連合会が昭和16年に、さらに全国組織として昭和22年に、日本館主会が京都で発足した。天山白島天山の島とは別園芸品種は、ブチのない青葉種とブチの入る不入り種に分けるが、後者は前者からの変異で出現するものである。また、 在来のもの、台湾系などの由来による区分もある。在来種系は、葉が細かく割れ、傭兵は細く、台湾系は、洋服が広くて、葉の割れ数も少なく、傭兵も太いというが、品種の形質とは、必ずしも関わらない。見どころになるのは、青葉種では、葉の大きさ、葉の形、葉の色やつや、葉が垂れ下がるかどうか、傭兵の太さ、茎の石管の長さなど、 フイルシュではそれらに加えて、ブチの型や色などが評価される。ブチの形は、基本的には島で、葉の葉脈沿いに縦に白い模様が入るものである。他の古典園芸植物に見られるような福林や中藩、虎といったものはない。ただ、細かな島が葉全体に入る例があり、これを、禁止藩という。また島ブチは、茎から出る葉のうちで、一定方向に出やすい傾向があり、 葉は、おおよそ4方向に出るのでその1方向に出た葉にだけ、ブチが出るのを、片柄、ガ2方向、つまり、植物体の半分方向に出るのを、半柄といい、すべての方向に出るものを、総柄という。もちろん後者の方が、評価も価格も高くなる。おおむね均等に柄が出るものが好まれる。葉の半分が白くなるのを、原平柄、葉が全体に白くなるのを、幽霊用という。 幽霊用は光合成できずに株が弱るので、論外だが、柄が派手すぎるのも好まれない。以下、記載はマキの P808 園芸植物大辞典 P2522 ドランスフィールド P105 ドランスフィールド P105 この下りはイケベ、西 P115 から116ガーデンライフ編 P76 以下、主としてイケベ、西 P124 ガーデンライフ編 P76 派の円沿いに、ブチが出る者派の,の中央、朱脈沿いに、ブチが出るもの洋脈の流れを断ち切る方向に出る、反問。ありがとうございます。